2019年2月11日、月曜日、3連休の最終日です。ここは門前仲町深川の富岡八幡宮の鳥居の前から、この永代通りを映しています。自動車はまだまだ多くが、人が運転しています。ちょうど自動運転ブームに乗り、ブレーキをアシストするとか、前の車についていくとか、そのぐらい簡単な自動運転ができるような時代です。そう、当然タクシーも人が運転しています。自動車はほぼガソリン車、この10年20年ぐらいで、ハイブリッドカーと呼ばれる、バッテリーとエンジンを、両方ついた自動車というのが、燃費がいいということで流行っています。